そして最後の一段をザマリン上がりました。さあ来てくれましたザマリン、どう疲れてない、大丈夫、オッケーオッケー、大丈夫、まだまだ元気ということですね。さあ登場してくれましたが、じゃあザマリン真ん中の方に行ってみましょうか。さあゆっくり歩いてお客さんが見やすい真ん中まで、はいはい進んでくれました。さあ改めてですが、ザマリンのこの頭についてる花、こちらひまわりなんだよね。そう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 。そしてこちらのお腹ちょっとぽっこり、お腹にはひまわりの種がね、希望の種が詰まってるんだよね。ザマリンが手振ってくれています。ぜひぜひ、あ、動画に収めている方も今いらっしゃるようですね。そして皆様お手手振っていただいております、ありがとうございます。さあさあ、まだまだ実は七変化ということなんですけれども、ザマリンこの後ちょっとお楽しみがあるんだよね。そうなんだよね。なのでぜひぜひ最後までお楽しみいただければと思います。さあじゃあザマリン、七変化の5回目、これで6回目になるね。6回目は一体何を見せてくれるのかな。なになに、なになに、来て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 と呼んでいるのは、あ、ザマリンもしかして今呼んでる。あ、じゃあ登場してもらいましょう。ザマリンの6回目の変身はこれはスケートボードだね。うんうんうん、うんうん、あ、なるほど、たくさん練習してきたから今日はスケートボードをまず皆さんに見てもらおうということだね。わかった、オッケー。じゃあスケートボードを使ったザマリン、ぜひ皆様ご覧いただきましょう。じゃあザマリンお願いします。さあまずはボードをヘッド足で、よいしょ、オッケー。そしていけるかな、おお乗ってる、ザマリン乗れてる乗れてる、オッケーオッケーオッケー、ザマリンバッチリポーズ決めてくれています。そしてさっきザマリンが、今僕ちょっと止まってポーズを取るからシャッターチャンスだよって言ってました。皆様今ポーズ取ってくれているザマリン、ぜひカメラに収めてください。さあまだまだザマリンのシャッターチャンス続いていきますよ。もう一回いけるかな、せーの、よいしょ、おっと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 まだまだ頑張れる、よしよし、もう一回いけるかな。じゃあもう一回セットしていってみましょう、よいしょよいしょ、オッケー、さあ振り向きポーズ、オッケーザマリン、ナイス。さあ見ていただいてる皆様にも笑顔が溢れてまいりました。あちゃちゃ、ザマリン追いかけて、セーフさあ今は左手の皆様にシャッターチャンスでございました。じゃあ今度は右手側の皆様にもカメラ撮ってもらおうか、ザマリン右に移動できるかな、皆様ぜひ応援もお願いしますね。じゃあ右側に、よいしょよいしょよいしょ、もう一度スケートを置いて、さあ参りましょう、せーの、よいしょ、キュッ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 、そしてポーズ、カメラを構えていただいている皆様たくさん増えてきましたが、今シャッターチャンスですので、ぜひぜひザマリンを収めていただければと思います。さあじゃあちょっとスケートボード頑張ってくれたザマリンにインタビューしてみましょう。ザマリン、どうどう、滑ってみて、舞台滑りやすくない、うん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 、あーちょっと滑ったけどでも大丈夫だった、オッケー、なるほど、皆様でもスケートボードって普通に滑るのも難しいじゃないですか、ザマリンすごいよね、うん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 、あ、練習した、どこでどこで、うんうん、あ、ここのゴールで
も練習したの、リハーサルしたんだね。そっか、じゃあ練習でも成功したものを今日またバッチリ成功してくれたね。オッケー。さあ皆様、お写真撮っていただきましたでしょうか。今ぜひシャッターチャンスでございますので、ザマリンをカメラに収めていただければと思います。そしてそして、ザマリン、これはありがとうござ…ん?ん?ん?何何?うん、あ、違う、対応しない、どういうこと?うん、あ、まだある、まだある、スケボーだけじゃない、ここでもう一回やってみせましょうと。 OK、 じゃあお願いします。さあ続いては、あれ?これは竹馬ですね。ザマリン、竹馬乗れるの？大丈夫、大丈夫、分かった。じゃあやってもらいましょう。ザマリンで竹馬です、どうぞ。足がかかって、右から行くかな、左から行くかな、ちょっと確かめております。左、右、さて、左から乗った、おお、成功です。すごい、すごい、お、素晴らしい。さあシャッターチャンスのポーズをビシッと今決めてくれましたが、ザマリン竹馬乗れるんだね、すごい。もしかしてもうちょっと頑張ったらちょこちょこちょこって歩いてくれる？よし、じゃあもう一回竹馬披露してもらいましょう。さっきちょっとね、見逃しちゃったという方はぜひ目をかぴらいて見ていただければと思います。ではもう一度参りましょう。左足から、右足は、の、あー、頑張れ頑張れ、あー、皆様ぜひぜひ応援してください。さあザマリン、落ち着いてもう一回引きましょう。ゆっくりで大丈夫だよ、確かめて、よいしょ、あ、できた。さあちょっと頑張って、よいしょよいしょよいしょ、さあ頑張ってくれています。おお、大丈夫だよ、ゆっくりゆっくり。さあ皆様、温かい目で皆様見守っていただければと思います。ちょっと一休み、一息ついて息を整えます。まだザマリン頑張ってくれるということですので、ぜひ竹馬ウォークを見ていただければと思います。さあ、いいよいいよ、前の方にぜひお子様方は来てくださいね。見やすい位置で見ていただければと思います。さあゆっくり確かめて、感触確かめています。どうぞ、小さなお子様方は会場のステージ前に来ていただいて大丈夫ですのでね、見やすいところで、あー、いらっしゃい、見やすいところで見ていただければと思います。さあ、じゃあ皆様の応援を背負ってゆっくり息を整えていけますかね。よいしょ、 OK、 成功、拍手お願いします。あー、頑張り、できたね。これどう、リハーサルでは失敗したの、成功したの？うん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 、あ、なるほど、やっぱり難しかった。そうだよね、でも本番で見事成功しましたね。ナイスザマリン。スケートボードと竹馬、今披露していただきましたけど、ザマリン的にはどっちがやっぱり難しい？うんうんうん、うん、どっちも難しいけど、やっぱり竹馬が難しかったってことだよね。さあ皆様、カメラに収めていただけましたでしょうか。フラッシュの音とともに動画のジーっていう音がすごいこちらまで聞こえてきておりまして、もしよろしければお写真だけでなくね、動画でも撮っていただいて、今日のザマリンの勇姿をカメラに収めていただければと思いますよ。さあそしてそして、ザマリンにもうちょっとインタビューしていきたいと思うんですが、今竹馬してくれたけど、あれどれぐらいの期間練習したの？50年、あ、違う、ごめん、何、違う、うんうん、あ、なるほどね、イベントごとで練習はしてるけど、基本毎日しっかり練習してるよってことだよね。そっか、
ちょっとね、50年ってね、間違えちゃいましたけど、そっかそっか、ごめんごめん。でも本当にイベントのためにね、いろいろ練習してくれて。さあ、今回七変化ということで、6回目はスケートボード、うん、7回目は竹馬だよね。これで七変化ってひとまず終わったではなく、実は皆様、この後もう一つお楽しみをご用意しています。さあ、ザマリン七変化ということで、 DJ から始まりまして、たくさんの変化を変身見せていただきましたザマリンですが、この後も一つお楽しみをね、ちょっと用意しておりますので、ぜひぜひ皆様、まだこの会場帰らずに、少し食べ物を食べたり、飲み物を飲んだり、そして相談コーナーブース行っていただきたりしまして、少しだけお待ちいただければと思います。この後最後のお楽しみにザマリン挑戦します。ぜひ応援してください。じゃあザマリン、6回目7回目本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ではこの後もう一つのお楽しみがございますので、少々そのままお待ちください。